アン・オスカロビチグレフは、ロシアの政治家。2005年から2007年まで経済、発展貿易省、旧新改革派の一人。1964年2月8日、ソビエト連邦、カザフ共和国で生まれる。1990年に、オムスク大学法学部を卒業。1994年に、サンクトペテルブルク大学法学部大学院を修了した。 大学院に在籍中の1994年10月から、サンクトペテルブルク市国家資産管理委員会、不動産局長や一部地域の管理委員会議長を務めた。1997年6月には、サンクトペテルブルク国家資産委員会第一、副議長となる。1997年9月、ヤコブレフサンクトペテルブルク市長の推薦により、サンクトペテルブルク副市長、 国家資産委員会議長を務める。1998年1月に、ロシア連邦国家資産省に入省し、8月に同省第一次官に就任する。また、サンクトペテルブルク港、株式会社、スベアーチ・インベスト、ガスプロムなどの企業の役員も歴任した。1999年12月、プーチン政権のブレーンとして、戦略研究センター所長となり、プーチンが、 大統領に就任した2000年5月より経済発展貿易省に任命された。グレフはリベラルな経済改革を施行し、プーチン政権下で経済政策を担当している。また、中期社会経済発展プログラムを策定し、法人税の税率引下げや土地の私有と売買の自由化など、経済改革を推進した。2007年9月のビクトルズ・プコフ内閣の組閣に、 あたっては、グレフは、経済発展貿易省を外れた。2007年12月より、ズベルバンク CEO に就任。2019年12月に3期目の期日を迎える。ありがとうございます。